画面越しの YouTube 映像の皆さん、こんばんぴです。皆さんはプロセカの納税というものをご存知でしょうか？1日1回もしくは、カラフルパスというものを買えば、購入すれば1日2回ね、納税というものができるんですよ。おはガチャとも言わ、はい、それを本日っていうか今回私1ヶ月間動画に残してきました。はい、こんな動画にね残んないような内容ではあると思うんですけど、だからたまになんかコメント欄で言われてたさん、ガチャ動画の前に納税終わってて草みたいなコメントあったと思うんですけど、まあこの企画のためですよね。継承期間8月18日から9月18日、この1ヶ月間私毎日動画を撮っていました。今回それをねご一緒に見ていきましょう。さあ始まりました。言うてね1日9秒とかしか撮影してなかったんですけど、まず1日目、まあ納税というものはね星にしか出ないで有名だと思うんですけど、たまにね1ヶ月もやってれば1回ぐらい3パ引くだろう、そういった気持ちでね。で、期間限定ガチャ復刻の時は1日4回ガチャが引けるというね1日400クリスタルを消費してました。そう、それでは2日目ですかね、これ。はい、あ、ちなみに星さん、金色のサイリウムじゃない、金色の時は、これ昇格してんだけど2日目にして私星を引いてたんだけど、誰出たっけこれ、1ヶ月前でもう忘れたな。もちろん、あ、行くよ。メイコ姉さんね。はい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 。ニューっていうね。ありがとうございます。納税でね、実は引かせていただいております。そしてもう一度納税をさせていただきます。期間限定復刻も引いております。ない。3日目です。はい。またですね。じゃあ店員さん呼ぶね。あ、これね、はい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 、昇格してたんですよね。スキップしたら2日連続私おはガチャで納税で星を引いております。やばくないか？やばくないか？あとこのイベントもね、イベント背景も懐かしい。そしてエンジョイ様ガチャ、まだ復刻が続いていますとは。1日4回引けますので。まあでも星4ね、出るんでね、こう思うと。私も、今まで動画外でもね、納税で星4、何回も引いてますんで。この納税というものがね、思った以上に、重要なことだということでね、今回動画で分かってもらえると嬉しいなっていう感じですかね。そんなことないかもしれないな、今。さあ、そしてエンジョイ様赤ちゃんも2回引けます。はいはい、連続すぎます。怖いぐらい引いてます私星4。これ動画で多分もう抑えきれずに動画でね多分喋っちゃったと思うんだよね。さきちゃんすっごく上手だよこれなお母様引き当てました私。ツイートしたわ、ツイートだったわ。スクショも撮っておりました。はい、といった感じで、もう一回スクショ撮っておりました。さあ、それでは次の日ですね。はい、でこれエンジョイ様ガチャ終わったんだよな。まあ1日2回納税になります。次に変わった、お星さんでした。なるほどね。はい、次の日です。またお星さん、そんなことなかった。はい、トウヤ君引いて、つかさ君引いて、全然アキト引かない2回してても全然アキト引かない。1日2回納税。さあ、次の日ですね。あった、星さんです。なるほど。星さんでしたやばくない何回引いとんの、何回引いとんのって思うけど、やっぱり、皆さんも、引けるということが、わかると思います。そこにいるの、誰？なんでした。怖いなんですね。なんのイラスト、トラウマイラストです。はい。次の日。でも、僕は。出るんですよね。今何枚って5枚ぐらい引いてる？5枚ぐらい引いてる？検証開始して。あ、イベントが変わりました。イベントが変わって、続いて、しほちゃんのね、バナーイベントですかね。限定の。懐かしい。1ヶ月前か。さあ、次の日です。もう。作業としての効率すごく少ない？作業としての効率が早いわ、俺。すごいな。これガチャ動画撮った後ですね。シールの数が増えてるんで。さあ、そしてもう次の日。1日2回ずっと引いてる。本当にずっと引いてる。まあ、今日も引いてんだけど。ないはいはいはい。ない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 。さあ、イベント変わったイベント変わるのが早い。カラフルパレットガチャ、パレットガチャじゃない。カラフルペイントガチャですね。ああ、スキップしたんだ。
さあ引いていきましょうか。あ、いやいやいや、次の日ですね。黙々と引いてんな俺。あ、復刻来てますね。シスターラビッツガチャ。またここから1日4回ずつ引けるといった感じ。ってことはもう検証期間が1ヶ月過ぎようとしてますね。5枚引いてますね私、1ヶ月の間に納税で。あ、5枚ですね。まだ、いやでも星3もコンスタントに引いてるよな、こう見ると。星3が確か 8.5% とかだっけ、で星4が 3% かとかですので、もう星3もね、なかなか当たりにくいところではあるんだけど、でも引けていってる。さあ次の、もうそろそろ検証が終わりますね。30日間。さあ次、あーシスターラビッツガチャもやっていく。ラストですね、最終日、検証最終日。だから5枚か、5枚引いてます。すごい確率をしたんじゃないかなと、まあ、個人的には思うんですけど。はい、といった感じで30日間納税おはガチャを続けると、何連したかちょっとわかんないんですけど、5枚私は星4を引かせていただいて、星3もまあまあ引けたと。おはガチャの重要性がね、少しでも伝われば、まあ、今回はちょっと運良かったかなと思うんですけど、それでも引いてればいつかね星4出るんでっていう動画でした。ぜひ皆様もおはガチャでね星4引いたという方、絶対1回はね2年近くやってるとあると思うんで、私は僕は納税で丸々引けたことありますよみたいな、あー書いてくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。